おーす、未来のチャンピオン、どうも人間です。というわけで今日も鎧のことで追加された新ポケモンだけでランクマッチ潜っていくんですが、今日の主役は、この子です。あ、かわいい。ちょっとごめんなさい、僕は遮っちゃったけど。いや、そう、デデンネなんですよ。結構ね、たくさんリクエストいただいてたんで、いつか使おうかなと思ってたんですけど、ちょっとそろそろその時かなと思ってデデンネ連れてきました。というか、今まで動画に登場してない、カメックス、そしてアローラサンドパン、さらにハピナスも今回初登場です。いっぱい育てました、昨日。というわけで早速ランクマッチ行ってみましょう。はい、対戦相手見つかりました。お願いします。おー、レントラーかぶりしてますね。まあ、相手のレントラーが何の方かわからないですが、いやー、とはいえ、かなり、使用率トップ3位固まってますね。エース番号、リランダー、ポリツー。いや、わかりやすい仮想敵なんで、これを倒せてこそですよね。やっぱりね。かなりカメックスは通ってるんで、カメックス行きたいな。で、ゴリランダーが、ちょっと厳しいので、ゴリランダーに対するケアを、あとは後ろに敷くって感じか。お決まりのデデンネ先発、後ろカメックス。次、サンドパンかな？そうですね、サンドパン行こうかな。サンドパンはゴリランダーに対して強いので。で、サンドパンは特性雪かきで、あられ状態の時は素早さが2倍になるんですけど、あれなんですね、カメックスが冷凍ビームを覚えてて大アイスが打てるので、カメックスに大アイスしてもらって、その残ったあられを利用して最後残った相手を抜いていくっていう動きも取れます。結構相性がいいんですよね。ポリゴン2。2だけ読めた。はい。これダウンロードは相手特攻が上がってしまうんですが、まあ、回電波があるんで、威力としては大丈夫でしょう。ダウンロード。はい、特攻が上がります。HB ですからね、こっちね。ただ回電波があるんで、ここは回電波させてもらおう。トライアタックとかから入ってるかな？どうだろう。トライアタック、うん、普通ですね。1段階ダウンでこれぐらいのダメージと。なるほど、なるほど。後ろに引かれるのが嫌なので、ほっぺスリスリから入ります。後ろに引かれた時に一貫するので、ほっぺスリスリしとくのは大事ですね。引かない。うん。トライアタック、ちゃんと動ける。これで、頬袋が発動するんで、まあ、回復量は十分ですね。いや、ででんね。いいですね。かなり、先発で、起点作りの役割を果たしてくれてる。なるほど。じゃあこれ、アローラサンドパンで攻めていくのもありになってきたかな。回電波しとく？ここでゴリランダーとかに引かれるのちょっと嫌なんだけどな。S バンとかね。でも回電波から入ろう。引いてないですもんね。ポリツを起点にするっていう展開も、なくはなさそうだな。ストラアタック、はい。ここ、そろそろ引いてきそうな感じあるんで、ほっぺスリスリ交換読みで打っときます。ここは完全に読みですが。おお、当たってる。いいですね。しっかり入りましたね。S 番、OK。S 番に麻痺が入るのはでかいぞ。これは、めちゃくちゃでかいよ。ほっぺスリスリ。OK。素晴らしい。これで上から甘えるをさせてもらいますね。でかい。これ S 番めっちゃきついだろうな。すっごい嫌だろうな。いや、相手の嫌なことことごとくできてますね。素晴らしい。デデンネ最高に刺さってる。はい、これで、起点作りの役目は十分。ここ引いてくるかな。どっちにしろ甘えるでいいか。そうですね。甘えるします。高3が選ばれました。なんだったんだ。デデンネだけで。高3が選ばれた。いや、これはデデンネの強さ。まあ、お相手もね、結構、おそらく手慣れの方でも、この後カメックスとか、サンドパンとかに、その起点にされるっていう展開が読めてたのかなと思いますね。もうやりたいことがバッチリハマった試合だったと思います。デデンネかっこいい。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。いや、結構、強ポケモンが揃ってますね。ヒートロトムがこっちのパーティー結構きつくて、ヒートロトムは要注意中の要注意ですね。はい、なんかいつもこの戦術してる気がするけど、デデンネ、ハピナス、カメックスでいきます。もう、だいたいデデンネ、カメックスまでが確定で、ハピナスかサンドパンなんだよな。あともう一体が。そんな感じでいつもやってます。対戦よろしくお願いします。ヒートロトム、まあ刺さってるの分かってるよね。ヒートロトムがどういう型感じで結構変わってきますね。ヒートロトムが悪巧みとか持ってたらちょっと雲行きが怪しいかなっていう感じ。回電波から入っていいだろうか。あ、そうですね。ボルトチェンジで相手が上から逃げていって、引き先に対して回電波が当たってもいいですし、ここは回電波かな。引っ込む。
はい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 。磁場コイル。ああ、まあ磁場コイルに回電波が当たる分には全然いいですね。何を嫌ったんだろう。これは結構普通に美味しいな。何型の磁場コイルかわからないけど。ちょ、ここは頑丈剥がしておきたいのもあって、怒りの前歯はしときたいですね。カメックスが最後ね、全抜きを、殻を破るから狙うルートに入るんですけど、磁場コイルはね、結構、頑丈が残ってると天敵になりやすくて、あー、頑丈残しちゃったか。そうですよ。止めて、電気技でね、反撃っていうルートがあるんで、それを考えると、あんまり、頑丈残したまま、立ち回りたくないんですよね。ただ、ロトムに対しては、いい一撃が入った。こっちが回電波を打ってくるっていうのを見てロトムに引いてるんで、回電波に対してなんかいい行動があるんでしょうか。上からメガネオーバーヒートをするとか、もしくは悪巧みをするとかっていう感じの三段ですかね。じゃあちょっとさっきデデンネでこの回電波から入るっていう行動を取ってるんで、次はハピナスに引いてみようかな。同じ行動はね、ちょっと読まれる可能性が高いので、相手がどう出てくるか見たいですね。ボルチェーン、なるほど。回電波を見て、回電波受けてからボルチェンで引けば大丈夫じゃねみたいなこと？ドロバルト、あ、3体目ですね。なるほど。これが身代わり竜舞型だったら大ピンチなんですが、ちょっとまだ型が読めないですね。ハピナスに対してドロバルト、どういう型だろう。デデンネに引きます。ゴースト技は絶対打てないんで、打つとしたらドラゴン技が、普通にドラゴンアローが確率としては高そうな印象ありますけどね。リフレクター、へえ、なるほど。壁ドラパルト、あ、じゃあ今のパーティーの中でエースがドラパルトじゃないんだ。アルダクミヒートロトムとかなんかもしれないですね。本当にね、ほっぺスリスリしときます。ドラパルト引く、おお。でロトムと、本当に今のダメージ1とかだったんじゃないかなっていうぐらい本当にビビたるダメージですね。相手がこのデデンネに対してまだハピナスを見てない段階でボルチェンから入ってたってことは、少なくともメガネとかではなさそうだな。悪巧みとかだろうか。でも悪巧み型だとしてもハピナス1回引くかな、僕だったら。はい、トリック、ああ、なるほど。じゃあ残飯取られたか。じゃあこだわりだったんですかね。あ、高校の尻尾。なるほど、高校トリック。あ、じゃあ、え？ロトムも起点作りか。じゃあ、本当に磁場コイルがエースなのか、磁場コイルに全部かけてるみたいな感じなのかな。なるほど。ということは、なおさら磁場コイルは削っておきたい。地球投げでも、前歯でもいいから。とにかく、カメックスが通る動きを心がけていきたい。少なくともこのロトムはハピナスに対して致命傷を負わせることはできなさそうなので、身代わりから入れば割と安定して地球投げ連打の体勢に入れるかな。で、ドラパルトに引いてきた段階で、ボルトチェンジ。はい。ドラパルトに引いてきた段階で、もう電磁波打って、ハピナスは逃げちゃうぐらいの心持ちがいいかな。磁場コイル。はい。何型だろうな、これが気になるな。高校の尻尾をなすりつけてまで通したい磁場コイルの動き。一応ボディープレスがあるものとして動きます。まだ卵産みをしないと致命傷になるっていう展開予想できないんで、ここで何としてでも頑丈剥がす方を優先します。はぁ、なるほど。わかりました、わかりました。ただ、HP200 は届かないはずなので、多分これは、地球投げ連打が通るはず。少なくとももう頑丈は残らないですね。オッケーオッケー。いや、むしろこれ相手の方がこっちの身代わりを剥がす手段に乏しいか。でも身代わり残飯型か。有名な方だとしたら、リフレクターじゃないや、ごめんなさい。ボディプレスは持ってますね。ボディプレス、そうですね。うん。その方は僕も存じ上げてます。なるほど。じゃあ身代わりを残された状態でカメックスに引くのが一番まずいですね。うん、そうですね。じゃあデデンネは身代わりを残される可能性があるので、そうか、一番安全なのはもうここをハピナス捨てちゃうのが安全かな。そんな感じがしますね。ハピナス捨てちゃうか。ハピナス捨てて、磁場コイルに対してカメックス後出しする。で、磁場コイルは普通に倒す。で、あとヒートロトムが出てくるはずなんで、ヒートロトムに対してデデンネに引く。デデンネで回電波とかで起点作る。で、カメックスで、ダイマックスして倒す。あとは、ドラパルトは、壁張り型だったんで、そのままカメックスで押せるっていう展開かな。かと思うので、もうここハピナス、はい、倒されます。
あえて。モディプレスレンダー。はい。ギリギリ。卵を見してもよかったっちゃよかったですけどね。ここは一応なんとかなりそうな展開がこっちの中で一応見えてはいるので、それに乗っ取って動きます。これギリ悪の波動じゃ落とせないかもな。そうですね、体力まあまあ残っちゃったら悪の波動だと倒せなさそうですね。あ、カメックスにここで大魔切らないといけない、ちょっとそれ嫌だな。これですね、水技が普通の水技ならよかったんですけど、ちょっとこれハイドロカノンになってまして、ちょっと僕ですね、最近この殻を破るした後に命の玉、このハイドロカノンを元にした威力150の巨大砲撃を、撃ったら、ポリゴン2ではちょうど角位置になるという素敵な情報を聞きまして、おお、それいいじゃんと思って、それを真似して今回持ってきたので、ハイドロカノンなんですよね。なので磁場コイルにはとてもハイドロカノンから入れない。巨大砲撃するか、ここでダイマックス切るか。そうですね、行こう。磁場コイルはさすがにこのカメクさん抜けてないので、ここは先制で巨大砲撃は通りますね。この動きからしたら次相手どっちから来るんだろう、ロトムかドラパルトか。ドラパルトから来るかもしれませんね。そうですね、これがかっこいい全問一斉射。いやエフェクトド派手。これあれですよね、あの巨大ベンタツとか巨大砲撃とか、巨大火球とか、巨大コランダとか、その辺本当にあの今までのね、巨大マックス技って普通のダイマックス技とエフェクトがかなり似てて、かなり作り変えましたよなんかみたいなね、そのリメイク程度のあの見た目なんですけど、カメックスだけめちゃくちゃ派手なんですよ。この巨大砲撃のエフェクトめっちゃいいんだよなと言ってる暇はなく、さあこのドラパルトをどうするかなんですが、まあダイアークかな、まあ光の壁からですかね。うえっ、あー何それ、もしかして弱歩か。やばいな、それはちょっと予想してなかった。なるほど、いやなるほどな、弱歩か、弱歩リフレクター型だったか。それでね、ダイボールから入ってる、なるほど。なるほど、じゃあ弱歩型だとしたら、ここデデンネに引きたいけど、でも大フォローだよな、さすがに一貫してるし、大フォローから入ってるってことはデデンネはそう簡単には受からん。どうしようかな。でもこっちの勝ち筋がちょっと変わってきたな、このその話を聞くと。こっちが殻を破るドラパルトの前でするっていうのが目的になってくるから、やることとすればここ大ウォールか。そうですね、ここ大ウォールだ。あ、ていうか、ここ、デデンネ引きでよかったか、大ウォールじゃなくて。そうですね。あ、身代わりとか持ってたとしたら、そうだな。ちょっと変な巻き筋作っちゃったか。ごめんなさい。今のところ、デデンネバックが正解です。大フォロー一発耐えるわ、デデンネ。デデンネね、実は、HB 特化してるので、大フォロー一発では落ちないんですよ。そこを、履き違えてはいけんかった。ここ、デデンネです。で、大フォロー、はい。ここまではいいんですよね。はい。で、これで、すごく、難しいんですけど、ヒートロトムに引くことまで考えたら回電波かな。ドラパルトで座ってくれるなら、多分殻を破るの起点にできるので、ここ回電波でいきます。引っ込める。なるほど。じゃあ、これでロトムと対面しても多分大丈夫。毒をガクッと下げて、この状態で、そうですね、カメックス、特攻2段階ダウン状態だったら、さすがに一発何でも耐えると思うんで、殻を破るは通るはず。あとは、じゃあ、怒りの前までロトムを削るのが仕事か。ここでドラパルトに引いてくる可能性もありますけどね。どっちに倒されてもまあいっちゃいいんだけど。怒りの前歯だな。怒りの前歯通る。はい。10万ボルト。なるほど。起点にはならんぞという感じかな。
引くか。カメックスに。時間切れになったら多分負けるな。ボルジェーン、うまい。読まれてしまったか。ただ次の攻撃一発耐えればいいのか。あ、これ下手なことせんで冷凍ビームか悪の波動打った方が早い。悪の波動の方が早いな、これ。そうだな。ゴストダイブ。なるほど、なるほど。ゴストダイブ当てれば勝ちというふうに思ってるかな。そうですね。じゃあそこに対して、冷凍ビーム。いや、殻を破るでもよかったかな。でもロトムめっちゃ遅いもんね。デデンネより遅かったよね。ってことは、多分カメックスの方が上なんだよね。さすがに。いや、もういい。ハイドロカノンで行こう。よし。いやー、こっちの方が早かった。いやー、なんだこの試合。なんだこの試合。カメックスで倒したけど、いや、時間切れになった。たらこれ負けてたな、ギリ。危ねえ。外してたら負け。うわー、もしくは相手の方が上だったら負けだった。いやー、なんかすごいギリギリの戦いでしたね。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。おー、なるほど。フェアリータイプが3体か。ちょっと変わってますね。っていうか、物理変調のこの時代に全員特殊だよな、これ。特殊アタッカーに寄りまくってるな。いや、変態型が使えたとしても、いや、物理で攻められるポケモンほとんどいませんね。ポリ2ぐらいかな。ポリゴン2が物理型なのもちょっと考慮しておきましょうか。恩返し取られてるんでね、ちょっと物理型弱体化してるんですけどね。特殊変調の相手なんでハピナス行きたいんですけど、多分だけど、あれかな、ジバコイルが、さっそうと出てきて、ジバコイルにボディプリスされる未来は見えますね。ちょっとそれを避けるように動いてみましょうか。ちょっとハピナスは積みの起点にもなりやすいんで、ちょっと危険な感じはするんですけどね。いやでもハピナスからかな。ハピナス、デデンネ、カメックスでいこうかな。今回のエースは。今回エースとなるアタッカーポケモンはカメックス、サンドパンがメインで、まあサブアタッカーとして、ファイアローがいるかなぐらいの感じです。あとの3匹はほぼほぼ、サポートに寄ってるんですが、あなたが着てるその服、あれですね、マリーのインナーだけですね。トレーナーカードで着てたやつですね。これこれ。あ、それをうまいことおしゃれにしてる。あ、なんかこう、足も、の部分も結構あれですね、色っぽい服着てますね。なるほど。これは多分ボディープレスをされて、ハピナスが、ボコボコにされてしまう未来が見えるので、ここは素直にデデンネに引きましょう。鉄壁から入られても、まあ、ハピナスじゃない。デデンネに引いておけば、そんなに大事に至ることはないかな？ピピピピ。ちょっとなんかすごいことしてる。空振り保険ですね。ですね。なるほど。面白いな。こういう変なやつ当たるとなんかワクワクしてくるんだよな。なるほど。アナライズでもなさそうですよね。空振り保険持ってるってことは。ってことは、頑丈型で、なるほど。電磁砲から入る。面白いな。電磁砲型なら一回受けてもよかったですけどね。どうなんだろう。空振り保険発動も考えて、一回わざと、電磁砲から入っただけで、ちゃんとボディプレスを持ってるのか、それともボディプレス持ってなくて、電磁砲が最大打点だったのか、そこが気になるとこですね。電磁砲がもし最大打点なんだったら、ハピナスで十分居座れるんですよね。うん。いや、これあれだな。回電波しなくても、ハピナスに引いてもよかったな。そして、はい、デデンネ。これ、特製宝袋なので、オーボンのみでね、ほぼ全回復まで持ってきると。そして、回電波で CO2 段階下げたので、はい、かなり無力化できましたね、これで、磁場コイルを。そう、こういうところがね、デデンネのいいところです。これで、次のラスターカノンは今の半分しか入らないので、まだまだ、デデンネは長持ちしますよ。デデンネが長持ちする。まあ、怒りの前歯かな。もう一回回電波してもいいんですけどね。ちょっと相手の引き際とかに怒りの前歯一回当てときたいのもあるんで、引くことも考えれば一回怒りの前歯を押しとこうかな。引っ込む。まあ、回電波されたらね、引きたくなりますよね。トリトド、うん。なるほど。あれなんですかね。怒りの前歯ちゃんと当たる。トリトドの物理型の可能性もあるっちゃありますけど、回電波したいよな、さすがにな。何打ってきてるんだろう？一撃必殺技とかかな？地割れとかかな？一回回電波から入りたいな、さすがに。
確かにトリトドンは物理も全然できるので、これ物理トリトドンっていう可能性はありますね。ヘドロウェーブ、ああ、特殊だな。ヘドロウェーブまで持ってるってことはメガネかな。ああ、この火力はメガネですね。なるほど。ああ、これどうだろう。トリトドン、居座るかな、このまま。まだデデンネ欲しいですね。ハピナス行きます。相手が居座ってるか引いてるかどうかわからないんですけど、ここ居座ってくれたらすごくこっちとしてはやりやすい。オッケーオッケー。ヘドロウェーブで突っ張ってる。最悪毒になってもね、自然回復で引けば毒は治りますが、ここで毒にならないことで身代わりが晴れるんでありがたいですね。僕はポケモンのね、すべての技の中で身代わりが一番好きなんですが、もうとりあえず好きあらばポケモンに身代わりをね、覚えさせる派の人間なんですが、いや、こういう時に身代わり嬉しいですね。あ、ジワコイルまた出てきた。ただ空振り保険は消費済みなので、S 上昇はもう帰ってこないと。でこのハピナス、S にめちゃくちゃ振ってまして、身代わりがね、うまく通るように。かなり S に振ってるので、ジワコイル程度の速さだったら、まあ、ちょっと振り方にもよりますけどね、相手も空振り保険で調整入れてるとしたら、結構 S 振ってる可能性あるんですけど、相手もよほど S に割いてないと、こっちのハピナスの方が上なんですよね。地球投げ一回してみよう。あとは身代わりを一撃で壊せる技持ってるか。こっちが上ですね。いいね。で、もう一個重要な要素が、これで頑丈を剥がしたと。それが何より大きいですね。ラスターカノンしかない？お、だったらこれハピナス耐えるだろう、身代わりで。ですね。そう、身代わりハピナスこれが強いんだよな。はい、じゃあもうこのまま地球投げ連打します。相手はかなりしんどいでしょうよ。身代わりがね、一発で壊れないとなると、身代わり、地球投げ、地球投げ、身代わり、地球投げ、地球投げで、一生ジバコイルと立ち回れますからね。これ相手突破手段あるかな？かなり特殊変調でしたからね、向こうのパーティー。そして食べ残しと。食べ残し一回でこれ何十回復してる？ 30 ぐらい回復してるよな。すごい回復量。普通のポケモンではありえない数値ですからね。インゲンもついにこのハピナスに、ね、心を、魂を売ってしまったんですが。電磁砲、あーなるほど。電磁砲があれば剥がせるのか？いや、なんなら無理だぞ。だよね。硬すぎる。ハピナスやばいな。これお相手もうダイマックスしないと剥がせないし、ダイマックスしても身代わりでダイマ切らされるしで、もうほぼ詰んでるんじゃないか、これ。ですね。ハピナスが強いだけだった。身代わりハピナスね。こういうところがあるんで、おすすめです。はい、ということで今回の動画は5000かな、したと思うんですけど、全勝でした。素晴らしかったです。というわけでご視聴ありがとうございました。いやー、前々回ぐらいの動画で本当にめちゃくちゃふざけたパーティーを使ってしまって5枚ぐらいまで、順位を落としてしまったんですけど、まあ、ちゃんとしたパーティーでね、順位戻しますっていう風に宣言した通り、ちゃんとしたパーティー組んできました。でも文句なしで強かったですね。5枚ぐらいの状態から始めて、このパーティーで10勝1敗とかだったんじゃないかなと思いますね。ってことは勝率9割超えてるんで、素晴らしいと思います。まあ、ちょっと前回までのパーティー紹介はあんまり需要がなかったというかね、あんまり参考にしてほしくないパーティーだったので、あまり解説しなかったんですけど、今回はパーティー簡単に解説しておこうと思います。すごく強かったんで。はい、で、起点作り役のデデンネです。選出率はこのパーティーでダントツトップですね。本当に高かったです。このデデンネがいないと始まらないパーティーをわざと組んだので、このパーティーにしてから11戦かなだったと思うんですけど、その中で出さなかったのは1試合だけです。まあ、やることは動画を見ていただければデデンネはわかるかなと思いますね。ほっぺスリスリして甘える回電波で、起点作って怒りの前まで削ると。で、お盆宝袋でたくさん回復できますよっていう感じです。振り方も1B 特化、わかりやすい。はい、で、カメックス。この命の玉、ハイドロカノンカメックスがどんなもんかと思ってやってみましたけど、いや、相当火力が高くてやっぱ使いやすかったですね。カロー破るカメックスはずっと前からね、いましたけど、僕は使ったの初めてだったんですけど、本当に安定感があってすごい強かったです。まあ、技構成もすごくありがちですし、ハイドロカノンを使うっていうのも他の方が言ってたのを真似したんですけど、努力値振りは今回自分で考えてます。まあ、これが正解かどうかわからないんですけど、一応 S が124振りだったかな。カラを破った後に純速スカーフロトム抜きです。で、特攻252。これでカラを破った後に命の玉込みで、ハイドロカノン、もしくは、ハイドロカノンを元にした巨大砲撃を使うことで、ポリゴン2がちょうど一撃らしいですね。特防に振ってなければですけど。で、残りが HP です。他に色々育成論見たんですけど、もっと S に割いてる方が結構多くて、いや僕、もうちょっと S 削ってもいいんじゃないかなと思ったので、こういう感じにしました。基本的に殻を破るは相手よりも後攻で打ちたい技なので、先に打っちゃうとね、耐久が下がった状態で相手の技を受けるので、相手の後攻から打って、その次のターン先行になるっていうのが、殻を破るを使うポケモンとしてはベストなので、ちょっと S 削って124振りぐらいにしておくのが僕はいいのかなと思いました。まあ、そこは皆さんのお好みでやってみてください。
はい、で、サンドパンです。今回ね、ちょっと活躍した試合カットだったと思うんですけど、最終的にね、時間切れになっちゃった試合だったので、多分カットになってると思うんですけど、サンドパンもすごく強いです。ラムの実を持たせているので、先発カバルドンと勝ち合った時に、剣の舞から、ダイアイスをすることでもほぼほぼ勝ちみたいな展開を持ってけますね。このパーティー、わざとファイアローをパーティーにしてあって、カバルドン先発したいなっていう風に見せてあるので、その剣の舞から、カバルドンを、踏み台に起点にしていくっていう流れはめっちゃ作りやすかったです。この瓦割りの技枠はすごく諸説ありますね。ここはタイプ1技のアイアンヘッドでもいいと思います。正直一回持ったことないですね、この瓦割り。一応僕の意図としてはデデンネで体力が削れた相手をダイナックルで倒すことで攻撃上げながら倒せるって強いかなと思ったんですけど、そうでもなかったです。僕は次回この技枠をちょっと違うのにするかもしれないですね。はい。努力値振りは A252 で S が数値いくつだったかなと編集で足しときますけど、確か雪かきが発動した状態で純速スカーフ引きだるま抜きだったと思います。残り HP ですね。防御所属値が120だったかなぐらいあってすごく硬いので、H 振りだけでもその辺の物理攻撃じゃ落ちませんね。で、ハピナス。今回の動画ではめちゃくちゃ出ましたね。実際の選出率だとサンドパンと同じくらいです。振り方は B2252、S が124。これは、無振り70属抜きまで振ってたと思います。なるべく上から身代わりしたいなっていう思いがあって、結構 S に咲きました。電磁波した後に広い範囲を抜けるっていう意味でも、その方がいいかなということで、S に結構厚く咲いてます。ドラパルとミミッキーあたりのゴーストに本当に打点がないので、それを良しとするかどうかっていう感じですね。使っててそう思いました。ただゴーストを考えなければこの技構成はほぼ正解と言っていいぐらい完成されてましたね。僕の大好きな身代わりもすごくよく刺さりました。で、今回下2体はちょっと解説しません。選出率があまりにも低すぎますね。基本的に上4体の中から3体選出するっていう感じなので、主にデデンネ、カメックス残り下2体ですね。だったので、この下2体は今回は解説しません。どちらかというと見せポケモンの意味合いが強かったかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。いやー、結構ね、僕今回時間切れとかね、時間ギリギリまでやる試合が多くて、収録時間自体は長かったんですけど、何分の動画にまとまってるだろう、なるべくコンパクトに見れるように編集しておきたいなと思います。最後に連れ歩きオタクによる連れ歩き見てみましょうか。お、かわいいっていうか、ちっちゃいよな、デデンネってな。すっごいちっちゃい、かわいい。ちょっと皆さんの画面の画質でこう届くかどうかわかんないんですけど、編集した後にね、ちょっと画像が荒くなるんで、この笑顔届いてるかな、皆さんの画面で。かわいい。ということで、デデンネの笑顔で癒されたとこで。いや、デデンネ、使ってみてびっくりでした。本当に強かったです。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でもね、お会いできたら幸いです。もし面白かったなと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価をしてもらえたら、すごく嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手は人間でした。ありがとう。バイバイ。